ご視聴ありがとうございます。なお今回のシリーズでは、前回に引き続き、あの懐かしい1980年代のファミコンの出来事について、全4回に分けて公開させて、いただきます。今回の動画では、1987年からファミコンの終焉までの出来事について、紹介させていただきます。コピン公式ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。1987年2月、ドラクエ2の、攻略記事掲載は違法との、判決が下る。エニックスが、雑誌にゲームの謎解きを勝手に掲載するのは、著作権違反などとして出版社を、相手取り、ファミコン雑誌の発行差し止めを、求めた仮処分申請で、東京地裁は、エニックスの主張を認め、雑誌の発売禁止を決定した。あらこれはあるゲーム雑誌が、ドラクエ2の謎解きを無断で、11ページ掲載した上、さらに次号でその続きを載せようとしたものなんだ。どこまで公開するかしないかの、バランスは、ゲームを攻略する上で、大事なこととは思うけど、裁判にまでなってしまったことから、ファミコンが、当時以下に重要な産業だったのかが、わかる出来事だね。ちなみに、エニックスと裁判で争ったのは、ゲーム専門誌のハイスコアを、発行していた、ハイスコアメディアワークス社だよ。1987年の3月号で、ドラゴンクエスト2、悪霊の神々の序盤段階と前編の、写真を掲載した問題で、エニックスによって裁判を、起こされたことでも知られている出版社だね。いろいろ話題を振りまいたハイスコアだけど、残念ながら1990年の4月号で、休刊になってしまうんだ。1987年3月、任天堂、野村証券と提携交渉へ。この時点で1000万台近く普及していたファミコンを、情報端末として利用する試みが本格的に、始まり、証券情報の分野で、任天堂が、野村証券と提携交渉には行ったことが、報じられているよ。その後、1989年にファミコンから、株取引のホームトレードサービスが、開始されることになるんだ。1987年3月、ファミリートレーナー全盛期。1986年に、発売された、マットーコントローラーとして、使うファミリートレーナー専用ソフトが、発売されたよ。翌年の1987年には、専用ソフトが6本も発売されるなど、ファミリートレーナーの全盛期となり、中でも12月に発売され当時ブームになった、突撃風雲竹市場で、番組のゲームが体験できるとあって、人気となったんだ。風雲竹市場、懐かしいね。2008年には、Wii Uとして、ファミリートレーナーが復活、全世界で100万本以上を、売り上げることになるんだ。家庭用ゲーム機で、体を動かす系のルーツは、この頃だったんだね。ここからは、1988年のファミコンの出来事を、ご紹介させていただきます。1988年2月、ドラクエ3に長蛇の列。出たードラクエ3。ファミコンで長蛇の列といえば、ドラクエ3だね。当時ニュースなどでも取り上げられたよね。そういえば当時、ドラゴンクエストの生みの親である堀井雄二さんも、ニュースキャスターのインタビューに、答えていたね。当時の、ドラクエブームが異常すぎたため、東京都教育委員会は、各小学校に、先生たちは、子供たちに、学校を休んで買いに行かないように、指導しなさい。と、異例の通達を出したが、発売日に東京都内だけで30数人が、警視庁に補導されたという。またドラクエ3と、在庫ソフトの抱き合わせ販売も問題視され始め、公正取引委員会の、調査が行われた、という出来事も発生しているよ。この頃の、ドラクエ3熱は、すごかったよね。とにかく売り切れ続出で、学校でドラクエ3を手に入れられたの端数名だったような。ドラクエ1からドラクエ2と正当進化の、後だったからね、日本中がドラクエ3の、期待で埋め尽くされた、1988年だったね。こんなゲームブームは、二度と起きないだろうね。まあ、ドラクエ3は、日本中を熱狂に巻き込んだことに頷けるその完成度の高さは、現在においても目を、見張るものがあるからね。まさに、名作の名にふさわしい作品だったね。今も、移植されているしね。1988年7月、ファミコンの、価格が急降下することに、量販店では1万円を、割る値引きが発生。ドラクエ3の熱がようやく冷め始めた頃、ファミコンの価格が下がり始めたんだ。標準小売価格は、14,800円だったんだけど、東京の秋葉原や大阪の日本橋では、9,800円が相場になっていたんだ。ディスカウントストアでは、なんと9000円前後で、販売され始めていたよ。へえ、あのファミコンが値引き。当時の新聞に掲載された記事によると、ファミコンの価格急降下、ブームにもなったファミリーコンピュータの価格が急落している。急落の要因は、本来のゲーム機としての需要が、一巡したため、売れ行きが落ちていたためであろう。と、値引きしなくても売れるという、流通業界のファミコン神話が、発売から5年で閉ざされたというショックな出来事だったね。ここからは、1989年のファミコンの出来事を、ご紹介させていただきます。この頃になると、ファミコンに関する新聞記事も、少なくなってくるんだよね。1989年2月、ファミコンブーム沈静化。前年の1988年の、ソフト販売本数は、5000万本だったが、今年は3000万本程度に、落ち始め、半導体の不足から人気商品も、思うように供給できないことから、ファミコンブーム沈静化が、言われ始めるんだ。さらに、1989年夏に、発売が予定されていた、スーパーファミコンを前に、ファミコンの買い控えも進んでいると、当時の新聞記事に掲載されたよ。後に延期されて、
1990年11月発売になります。1989年2月、ファミコン通信が急成長、ホームトレードサービスの利用者が5万人超え。ファミコンを通信端末として、用いる情報サービスが拡大することに。野村、山一、日光、ヤマトの四大証券などが、始めたホームトレードサービスの利用者が、5万人を超えたことがニュースになっているよ。まだサービスが始まって半年しか、経っていないのにこの増え方は、相当なものと、当時の新聞記事。1989年8月、ジャレコが、ポップコーンの自動販売機を、発売。何を気迷ったのかジャレコ。ジャレコは、自社の人気キャラクターであった、ジャジャマルくんをモデルに、自動販売機のジャジャマルポップコーンを、販売したんだ。自販機には、ポップコーン専用の、高速電子レンジを内蔵しており、約40秒で調理が、完了。調理中は、ジャジャマルくんの目玉が動いたり、喋ったりして楽しませる機能も、搭載しているよ。本体価格は138万円。その後も、ジャレコを暗示するような、迷走っぷりだね。ファミコンゲームでいろいろ楽しませてくれたジャレコも、紆余曲折ありながら、結局、2014年の5月に親会社であるゲーム野郎の破産に伴い、名実ともに消滅してしまうんだ。何枚だ別。ここからは、1990年のファミコンの出来事を、ご紹介させていただきます。1990年7月、シャープが、今度はスーパーファミコン内蔵テレビを、発売。また出た、シャープ。スーパーファミコンが発売された1ヶ月後に、シャープが、スーパーファミコンを内蔵したテレビである、セス F1 を発売し、ファミコン一体型テレビと、同じような製品を出すことに。しかし14型は、10万円、21型は13万3千円という価格設定に、非難の声も。なんか目の付けどころが、シャープじゃないよね。1990年11月、いよいよスーパーファミコンの、発売。1990年11月には、ファミコンの次世代機であるスーパーファミコンが、発売され、ここから徐々に新作ゲームは、スーパーファミコンでリリースされるようになっていくよ。ファミコン最後のソフトは、1994年6月に、発売された、高橋名人の冒険島であった。なお、スーパーファミコンも期待通りに、世界中で爆発的な売り上げを示し、日本での出荷台数は、約1717万台、日本以外でも約3193万台も、発売されることになるんだ。まさに、ファミコンとスーパーファミコンの時代が、任天堂の黄金時代だったんだね。2003年9月、ファミリーコンピュータと、スーパーファミコンの製造終了。実は、ファミリーコンピュータとスーパーファミコンは、2000年代まで製造されていたんだ。でも、2003年9月、顧客の要望に応じて、ファミリーコンピュータと、スーパーファミコンをごく少量の受注生産し続けていた任天堂が、ついに両機種の製造を打ち切ることを決定したんだ。つまり1983年のファミコンの発売以来、20年にわたって間違いなく、日本のみならず、世界中のあらゆるジャンルに影響を与え続けたプラットフォームが、その役目を終えたんだよ。やはり、多感な少年時代にファミコンと共に育ってきたユーザーにとっては、やはり感慨深いものがあるよね。ファミコンは、1983年7月に誕生し、後継者のスーパーファミコンも、1990年11月に生まれているよね。それぞれ世界でファミコンは6200万台、スーパーファミコンも4900万台も出荷され、家庭用ゲーム機のジャンルで任天堂を業界の雄へと押し上げた功労者だったよね。製造終了の前年である2002年も国内でそれぞれファミコンが6万台、スーパーファミコンは1万台を販売していたんだけれど、使用する半導体が生産終了したりなど、部品の調達が難しくなったということで、ここでファミコン、スーパーファミコン破終焉を迎えることになるんだ。20年も販売し続ける任天堂も、すごいよね。最後に感謝の気持ちを込めて、ありがとう、ファミリーコンピュータ、スーパーファミコン。ありがとう、我が青春のアルカディア。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。